まあそのやっぱり当たり外れのジャンルっていうのは毎年違うわけなんですよ。実際それセンターに入る前に解いてた範囲の中で自分が点取れそうなところをやるっていうので基本はいいとは思うんですね。なるほど。武田塾チャンネル。いやー、もう受験生からしたらもうやっぱこの12月っていうのはもうかなり焦ってきたり不安があったりとか、ねはい、え、もうそうそう、本当に出願もしなきゃいけないしね、そうですね、ただがむしゃらにやるよりもちゃんとやること決めて一個一個ね対策していけば、はい、成績はまだまだ上がる時期なので、そうですね、僕もこっからですね、上がったのは、ね、ぜひこの番組でね、はい、参考にしてもらえればと思います。はい、この番組は受験受験相相談談 SOS。 SOS。 ラビ先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、センターで物理と数学の選択問題で何をやるのかあらかじめ決めておいた方がいいですか？ちなみに二次でも両方使いますという質問です。なるほどね。はい。一応これ言っとくと、はセンター試験の、数学や理科に関しては選択問題があるんですよ。このあり中まから一すつ選ね。びなさいとか、はい。2つ選びなさいっていう形になっていて、まあ、解きやすい方をってことになるんですけど、はい、まあ、割と2次でも使う人は両方やってる人が多いんじゃないかな、まあ、全部やってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、はい、2次の統計はやってないかなと思うんだけど、確率分布のところ、はい、まあ、そこ以外は割と前半やってる人が多いんじゃないかなと思うので、はい、まあ、実際それセンターに入る前に解いてた範囲の中で自分が点取れそうなところをやるっていうので基本はいいと思うんですね。なるほど。ただ両方できるようにやってんなら、はい、本番の問題見て解けそうな方でやるのが基本だと思います。じゃあ基本的には自分の解ける方を解いてもらってっていう形で大丈夫ですかね。時間なかったらね、決め打ちして片方だけやりゃいいんですよ。例えばセンターでしか使わないとか、それからどっちかしかもともとやってない、もう片方は捨てるっていうやり方だったら、まあ、全然それはね、片方しかやってなければもちろんね、全然もう片方やんなくていいだけの話なので、選択するもの以外はやらないで、もう始めたら決めてやると。だけど、まあ、やっぱり当たり外れのジャンルっていうのは毎年違うわけなんですよ。で、どっそうちかですね。が当たりでどっちかが外れってケースもあれば、両方とも当たりのケースもあるし、両方とも外れのケースももちろんあるわけですね。そういうのが出た時に自分が解けそうな方で解くのがまあ基本なんで、選択する余地があった方が解きやすいというのはあるかもしれない。なるほど。じゃあ自分で好きな方解けばいいってことですかね。まあ、本当にセンターにしか使わない科目なら負担を増やすメリットがないから、まあ、初めから決めときゃいいし、で、2次とかでもともと選択する範囲の両方やってんなら、実際の問題見て、その決めた方をやると。だから注意するのはその時に迷って行ったり来たりしないことですね。時間のロスですよね。こっちにしようと思って、やっぱりこっちの方が簡単なんじゃないかって思って5分ぐらい使ったと他の方に行ったりすると5分のロスの方がでかいんで、そうやって悩むぐらいなら最初から決めましょうって感じですね。なるほど。はい。ですよね。まあ、2次でもどっちもやっぱりやらなきゃいけないんであれば、まあ、当日好きな方を選んでって感じですよね。そうですね。まあ、でもあらかじめ聞いておくのが重要ですね。だから悩むところの時間が使っちゃいそうな人は決めちゃいましょうって感じですね。はい、わかりました。はい、今回は以上です。矢部先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、いろいろな勉強法とかさ、各教科の参考書とか、いろいろ受験についての情報とか、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、飛ぶことができますね。こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に武田塾のやり方全部書いてあるんで、だちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね。あります。武田塾チャンネルっていうね、はい、こちら。そうですね、この登録がこちらですよね。はい。こちらに行ってもらえればね、過去の動画も全部見れますので、ぜひ見てもらえればと思います。です。中西さん、もう一個ありますよ。さらになんとこの下、下、ね、はい、コメント。この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、僕が一つ一つ返していきますんで、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい